女か。女か、女か、は、古代中国神話に登場する人類を創造したと、される女神。三皇の一人にあげる説がある。姓は、風、ふっつぎとは兄弟、または、夫婦とされている。姿は、邪神一コベであると描写される文献が残されており、漢の時代の画像などをはじめそのように描かれている。小皇という楽器の発明者であるともされる。 説問開示での解説をはじめ、女神であるとされるのが一般的である。余本、姿勢編のように性別を男としている例、弟と示されており、女という氏族であることから、女皇と称されたというも見られ、不次つの配偶者、女神として描かれる文献が確認される時代が、新しいものであった点から、性別は本来は男であったとされる説が中国。 などの学者間でも強く存在していたが、考古学方面での墳墓の壁画や石棺、切れ画などの発見や人類学方面での伝承の採集により、女家は女神として存在していたという説が主流となるに至っている。人間を作った存在であるとされており、女家が泥をこねて作ったものが人類の始まりだと語られている。五漢時代に編された風俗、道吉によると、 作り始めの頃に王道をこねて、丁寧に作った人間が、後の時代の基人であり、やがて数を増やすため縄で泥を跳ね上げたしぶきから、生まれた人間が凡庸な人であるとされている。素事、天文にも、女家以前に、人間はなかったが女家は、誰が作ったのかという意味のことが記されており、人間を創造した存在であるとされていた。また、ワイガンコ。 雪臨君には七十回生き返るともあり、農業神としての性格をも持つ。ふっつぎと共に、現在の人類を生み出した存在であると語る、神話伝説も中国大陸には交渉などの形で残されている。大昔に天下に大洪水が起きるが、氷炭などで作られた船によって兄弟が生きり、人類の初めになったというもので、この兄弟としてフッツギ、ふっつぎ、除カが挙げられる。 このような伝説は、内族や治安族などにも残されている。キキイチタは、フッツギ、ジョカという名は放浪、氷炭を意味する言葉からできたものであり、氷炭がその素材として使われていたことから、将校の発明者であるという要素も導き出されるのではないかと推論仮説している。ワイガンコ、ラ乱名君には、ジョカが天下を補修した説話を載せている。イニシエの時、 天を支える四極の柱が傾いて、世界が避けた。天は、上空からずれてしまい、地もすべてを乗せたままでいられなくなった。火災や洪水が止まず、猛獣どもが人を襲い食う破滅的な状態となった。除家は、五色の石を練、練り、それを使って、天を補修し、練石補天、大気の足で余柱に変え、黒龍の手で土地を修復し、足荘の灰で洪水を抑えたとある。 竹陵祠などの石室に画像が描かれている、竹しぼ群石刻。下半身が邪体となった姿をしており、除火とふっつぎとが絡み合った形状で描かれる。清の時代には、口臭用によって、幹部張り祠,祠画像孔が編まれている。道教に取り込まれて後仏教の神仏集合の理論の上では、阿弥陀如来によって使わされ、出現したばかりの地上の世界を作った。 中国の伝説上の存在として、ふっぎと共に説かれた。日本でも、仏教側の立場から編まれた、神道論集の一つである、諸神本会集、14世紀では、除家の本字は、法王吉祥菩薩、聖子菩薩、ガツ天使であるとの等の時代の説が収録されている。縄の発明者ガツ天使と同じく、ふっぎの号に属するとされる説がある。ジョカとぎの組み合わせが、 地上の初めの男女であるという定義は、中国の民間宗教にも広く用いられており、流下行でも人間たちの祖先として作り出された世の始まりの、恩苗一体の存在のとして、長女かと、理仏義という名が記されている。日本における文献への登場例は、俗日本紀、巻三慶運三年、七百六年十一月三日上に、文武天皇が、白木国王に対し、 進む無恋石のサイトを除下による恋石補填を引用した文章を送っていることか、少なくとも律令時代には認識されていたことがわかる。同教に組み込まれた上での除っ仏ぎについての信仰が日本に到来した時期に関しては、早い時期で、紀元前一世紀、弥生時代中期節がある。鳥取市の歴史研究家の小坂博之の考察によれば、 鳥取県国府町所在の今木神社が所有する、宣告された石に描かれた銅が長い人絵が、除下、ふっつぎに当たるとしている、石の大きさは、直径75センチ、単径63センチ。調査によれば、鳥、虎と読める漢字も刻まれており、その書体から中国三島省に残る、露光国籍、紀元前五十六年成立にある、大鳥の中にある鳥が最も西。 霊書体の中でも古い時代にある古霊の書体と考えられている。ワイガンコ、全2世紀成立では、鳥は、武道、殺戮の神を表し、虎は、平戦の神を表している。このことから、天地再生、人類創造の神であるフッツギとジョカに祈り、平戦の神、虎と武道、殺戮の神、鳥を遠ざけ、最悪の除去を願ったものと解釈されている。しかし、 この神の性格が平戦の神、虎と武道、殺戮の神、鳥である可能性も考えられる。国籍自体が気候と形状が類似することから、項を用いた占いと共通し、ワイナンコの知識を有したシャーマンか王が用いたと考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。